はい、今日は大阪の方に遊びに行った友達からお土産をもらいました。もらったのはこちらのうまい棒の恋人関西限定デザインシュガーラスク味です。はい、パッケージは北海道で有名な、ね、白い恋人みたいな感じの白いパッケージに青地のデザインになっています。関西限定デザインになっているので、関西のそれぞれの地域の有名なもののイラストが書いてあります。これが神戸のポートタワー、京都の五重の塔、奈良の大仏、これが大阪城、でこれがね、あの琵琶湖です。で一番下は和歌山のみかんのイラストになっています。はい、では当ててみます。お、あれ大阪って書いてある。あれ、なんかパッケージがなんかいろいろみたいですね。自分で想像してたのにはパッケージね、中に入ってるうまい棒は全部同じパッケージのものが入ってるのかなと思いきや、開けてみたらなんかいろいろなパッケージのものが入っていました。ほら、ですね、これね、これ、ね、奈良の恋人、ね、あなたと奈良ってダジャレが書いてあります。はい、大仏の絵も書いてあります。これ奈良の恋人で、これ、ね、元町の恋人好きや言うと、これは方言ですね。でこれ京都、はい、京都も京都の恋人エロー好きどすえ、ね、これも京都弁で、奈良も見たね。であと何があるかな、ね、これ和歌山の恋人だいぶ好き合いしょっていうのかな。はい、これ和歌山の方で、あまりちょっと聞いたことがないですね。で、あと何とこかな、あと、大阪かな、大阪。ほんで、あ、ほんで、見てください。これ、琵琶湖は恋人じゃなくて、琵琶湖の初恋ってなってる。琵琶湖の初恋。ん ?I love 琵琶湖。ね、琵琶湖方言じゃない。ね、あのスローガンみたいになってます。で、あと、あった、大阪。はい。大阪は大阪の恋人。めっちゃ好きやね。ね、関西弁です。はい、全部並べてみました。ね、関西のそれぞれの地域の名前の入ったパッケージのうまい棒です。この奈良の恋人、元町の恋人、京都の恋人、大阪の恋人、和歌山の恋人と恋人つながりで来ているのに、なぜか琵琶湖だけは初恋ってなっていたり、この辺、神戸は好きや言うと、京都はエロー好きとすえ、大阪はめっちゃ好きやねん、和歌山はだいぶ好きや一緒でね、好きっていう言い方をね、それぞれの方言でなんて表現するかみたいな流れでこの4つ来ているにもかかわらず、なぜか奈良に関してはあなたと奈良とダジャレで来たり、滋賀県に関してはもうダジャレでも何でもなくて I love 琵琶湖っていうね、あの滋賀天神の思いを込めたようなスローガンのようなメッセージ性の高い文字になってたりと、もうコンセプトがぐちゃぐちゃです。まとめようとしているのかまとめようとしてないのかもうよくわからない、そんな感じになってます。もうこれでね、あの商品化決めてしまう、ね、このメーカーの心意気素晴らしいと思います。はい、で中身はシュガーラスク味、もともとねうまい棒でシュガーラスク味は存在する味なので、特別新しい味を作ったっていうものでもないですね。ちょっと今気づいたんですけど、ここのね、あのパッケージのサイドの部分に、ね、イラストが書いてあるんですけど、和歌山はこれパンダの絵が書いてありますね。上の部分はみかんのイラストになってます。大阪はたこ焼きの絵と、でこっち下はね、これお好みに使うヘラのイラスト書いてます。他のとこは何かな、京都はね、下は茶筅のイラスト、ね、お茶立てるやつ、この上の部分はお茶ですね。元町、兵庫は、神戸はね、この偉人館のイラストを書いてますね。で、奈良は鹿のイラストと、こっち側は柿？今日は柿の絵が書いてありますね。あ、そっか。柿食えば、鐘が鳴るなり、法隆寺の関係かな。ね、柿の絵です。滋賀県に関しては何にでもないですね。普通に、ただ単なる、なんか、何やろ、なんかイラスト？ね、なんかこう、紋章みたいなイラストになってます。地域によって、
あの力の入れ具合が違うっていうのがよくわかるパッケージになってますね。よく見るとそんなちょっとしたところにも違いがあって面白いですね。はい、では今回はうまい棒の恋人シュガーラスク味紹介しました。はい、こちらのシュガーラスク味食べてみました。ね、これねすごく不思議 で食べて一口目は本当にねこのシュガーラスク味するんですね。あのパンにお砂糖とバターがついて、あの固く焼いてあるやつですよね。あれの味がするんです。でね、でもかじってればかじってるほどだん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 あのうまい棒 のコーンスナックの風味に変わってきて、とってもなんか不思議というかちょっと頭が混乱してくるような、でとっても変わった風味の足です。はい、でもねまずいんじゃないです。美味しいです。美味しいけどなんか一つのものを食べてるのにパンとコーンスナック二つの味が楽しめるっていう感じで面白いお菓子になっています。自分的にはすごく美味しいなと思いました。